ノクさん、おめでとうございます。表彰されてしまいましたね。まあでもノクさんほど熱心にしていればどんなことでも結果は出ると思うんですね。で、私はやっぱりすごいなと思うのが、ノクさんはまあ体のね、一財産気づいてるんですが、そこでストップするんではなくって、さらなる可能性を求めてやっぱ吟味してトライしてるところなんですよね。それが非常に私は大事なことだと思うんですよ。で、さしたる結果も出ないのに挑戦を躊躇する人が非常に多い中ね、失敗を恐れずに様々なことにトライする。もちろん体の資産が作れましたから、失敗しても大こけすることはね、なかなかないと思いますけども、でもやっぱり失敗はしたくないじゃないですか。失敗はしたくないけども挑戦する以上失敗はつきもの。自己責任とかね、絶対はないって言いますけども、これは特に誰かが言ってくれないとわからないことではなくって、ビジネスでも恋愛でも、そして人生そのもの、これ絶対はないんですよね。そしていつもリスクがついてもあるんですよ。最近お笑い芸人かなんかの方がなんかの投資に関わって暗号通貨かなんかで非常に大きな被害を出してしまったということで大変なことになってるみたいですよね。で、これはその TKO っていうグループの誰かだったと思いますけども、この呼びかけた人にももちろん責任がないとは言いませんけども、一番大きな責任っていうのはそこにね、よく知りもせずに、よく考えもせずに、よく調べもせずに、覚悟もなくって大金を投じる人ではないかなと思うんですよ。やっぱり10万とか50万とか100万って大金ですよ。その大金を人に渡して、そして自分は何もせずにほっといたらお金が増えるみたいなことをもし考えているとしたら、それはそのお金が吸い取られても仕方がないっていう覚悟とリスクのもと表裏一体だと思わなくちゃいけないですよね。で、どうしてもプロジェクトやビジネスを成功させたいなら、自分が成功するために動く、これ以外にはその可能性を高めるものってないと思うんですよ。で、ノクさんはそれをずっとされていたのが私はすごいことだなと思ったんですよ。やっぱりね、大きな資産があるとあぐらをかいてしまうってことは誰にでも起きるんですよね。もしくは何の成功もしてない人がやっぱりチャレンジをね、すごく躊躇するっていうのもよくあることです。つまり一定の成功しても何の成功していなくても挑戦っていうのはほとんどの人ができないことなんですよ。でもその挑戦を邪魔する人がいないのも事実なんですよね。まあですんで、自分の力で一歩を踏み出していく、そして時には怪我をするかもしれないけども、その怪我を癒しながら自分で歩いていく。人生ってのは結局そういうもんじゃないかなと思うんですよ。どんなことでもそうですけども、ほっといてうまくいくことってないですからね。で、それを期待するもんでもないですしね。まあ今回そういうことでノクさんが表彰されましたんでね、私としても非常に嬉しいなと、すごいなと、応援したいなと思うばかりでございます。本当にお疲れ様でした。じゃあ、 動画の方はね、ノクさんの動画は概要欄につけておきますので、そちらの方をご覧いただきたいと思いますけども、いや、とにかくね、一本筋を通したんじゃないかなと思いますね。また新しい挑戦を見させていただきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。